こんにちは。さあ今日はですね、なんと私、生まれ故郷福知山市の、大江駅というところに来ております。なんとですね、福知山市の方から、呼んでいただきまして、僕は福知山に行った時にそんなに来たことはないんですけど、なんか鬼にまつわる、はい、みたいです、はい、伝説みたいなことがある町なんでしょ。京都府福知山市大江山、雲海の名所であるこの山にはかつて酒呑童子という鬼が住んでいた。平安の都で財宝を盗み姫をさらい、人々に恐れられていたこの鬼は日本最強の鬼と称され、さまざまな文献に名を残す。さらに大江山には酒呑童子をはじめ3つの鬼伝説が伝わっており、いつしか福知山市は鬼の町として知られるようになった。鬼がすごいもん、鬼瓦とか。もうこの時点でね、すごいよ。駅降りたら今俺の眼球が捉えてる鬼、これ100超えてるよこんなことある？なんで知らんかったやろ。福知山に生まれながら、まあ僕福知山15歳までで、でまあ物心ついたのが4歳として、で2年ぐらい部屋入ってるんで10年弱しかいないんですね短いだからその10年弱の間にはここはあんまり触れずに来てしまったんですけど、今日はだから、教えていただけるということで、なんか紹介してくれはるガイドの方がおられるんですか？はい、はい、おかえりいや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 、あのゆり君ゆり君関係あるんですか？いや、ないよ。で、何してんすか？いや、だから関係ないで、はい、俺、はい、ジュニアが来る言うて聞いて、はい、いや、ほんまにジュニア来るんかいなって。聖司の同級生なんです、ゆり君。はい、はい、それで、はい、いやいや、あれ千原兄弟やろと、はい、いや弟来るのに知らん顔できんやと。いやいや、別にいいんですけど、それなら政治呼んだってください。これ何なんですか？いやいや、だからや、邪魔なんですよ。いや恥ずかしいんですよ。いやいや、恥ずかしいな。いや、政治んとこの匂いしますわいや、ほんで、いや、俺なりに5年ぶりじゃん。5年ぶりぐらい。ほんで、はい、もうたまらんようになって、はい、次なんか鬼、鬼言うたら、はい、桃太郎やんな。はいはいはい、桃太郎で、はい、俺今日一日音がしようみたいな。いやいや、これ桃太郎だって。いや違うんだよ、桃太郎別に岡山からやってるんですよ福知山の応援でやるって言ってるから、もう邪魔しかしてないんですよ。そう、あらいはもう成人とこやわ。いやジュニア、はい、それはもうな、目立たんようにずっとついていく、はい、いや、もう目立つ気もあんまやし。いやいや、あの後ろで待ってやるんですよ。いやいや、今から紹介します、はい、長いわオープニング。こんにちは、はじめまして。はじめまして、福知山市役所防衛省の伊藤と申します。どうぞよろしくお願いします。そしたら今日はですね、はい、ジュニアさんに福知山市の鬼伝説を、はい、知っていただこうということで、はいはい、これから鬼伝説の地をご案内させていただきます。よろしくお願いします。これは何ですか？これは、ね、鬼のレリーフということで、はい、鬼をイメージした瓦で焼いたレリーフになってるんですけど、ちょっと鬼瓦とまた別の部分になるんですが、はい、この鬼瓦はこのね、左側のこの大鬼面瓦とかね、これ鬼瓦ってね、普通家の上に上がってますよね。やっぱ鬼というのは災いを避けて福を招き入れて家を守っている守護神なんですよ。で、ここに鬼瓦を集めて、ここから全国を守ろう、大江町を守ろうということで、この鬼瓦公園が九州、熊本とかね、で、あと近くになりますとね、淡路島のね、生誕町とかね、ほんで全国各地にそのお兄さんっていられるんです。あの酒呑童子伝説、大江は鬼伝説と、そこから皆さんが集まっていただいて、で、この公園ができたという流れになっているんです。あっちも、あれはね、子供が作ったんですよ。なるほど、いいですね。それの子供たちが、みんなそれで作ろうって、鬼を作ったのを焼いて、で子供たちにも鬼も知っていただくということ、はいはいはい、やっぱり地元の鬼を知っていただくということで、鬼瓦の制作を子供たちにお願いしたと。
でそれ以外にもねちょっと鬼のイメージしたものがありますので、うわ一応鬼をメインとして鬼にまつわるものをここで販売していると。あ、この鬼マスクとか。そうですそうです、はい、はあ、はあはあ、市役所の皆さんで考えられるんですか。あ、これはですね地元の観光協会、観光協会の方が支部の方が作られて、はあはあ、マスクとして、はい、出したという形になっています。これ何ていうの、正気正気正気モナカと言ってるんですけどね。こちらの鬼が笑ってしまうほど美味しい、甘いです、美味しいです、はい。ジュリアさんちょっと聞いてみました、はいはい、赤いものが好きだと。赤いもの、はい、はいはい、どうですか。あ、鬼のマーク、鬼のマーク赤、あ、いいですねぜひそれを履いていただいて、ショーパンツで。なるほど、鬼のパンツに鬼書いたらあんまあかんのちゃうのいいねんけど別にそれはでもすごいこうなんか一致団結感が伝わってきますね。みんなで盛り上げていこうっていう。そうね、地域のね手作りのものが詰まって ね、こういう形になって、はい、分かりました。じゃあ続いてどっかまた、そろそろ、はい、ちょうど昼時ですから。あれ、お腹が、お腹空きました。さあこちら鬼そば、ここはあの美味しいんですか。そうそう美味しいですよ ね。見ていただいたら ねびっくりしますよ、ここのそばは。何してんすかいや俺も一緒に、いやいいですよ、いったらいいですけど、もうこれこれいいですよ、これこれこれ環境に優しいボール、俺に優しくないんですよ入るか、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こちらをいただいて、はい、エルはこういうか、はい、こんにちは。ほら、もうめっちゃ邪魔になってますやん。なんかどういう特徴なんですか。なんか見ての通り、はい、これいきましょうか。これ鬼そばですか。この器にそばが入っている。熱いんでいきましょうか。そばどうしましょう。じゃあ温かいので、はい、鬼そば3つ、熱いので、ゆりくん最近政治と喋ってんですか。せいじで喋ってるよ。あ、そうですか。でも、去年の年末からはまだ出会ってない。あるんですか。静岡の、静岡熱海の忘年会。あ、そうなんですか、うん、みんなで、みんなで、よっちゃんとか。仲ええなぁ。それ何人ぐらい集まるんですか。それどうやろうな、10人ぐらい。仲ええなぁ。それ高校の同級生でしょ。うん、全然違うの。高校の同級生はよっちゃんと俺だけで、あと政治 の東京の方の知り合いの、まあほぼ同級生みたいな、年齢的にはもうそういうのだから関係なくは呼ぶから別に、そうそう気にせんと、うん、今日返させへんいやもう今日多分ジュニア撮影終わったら東京に帰るような予定だと思うんやけど、もう絶対に返さない今日はもう福知山でもう夜を一緒にみんなで過ごして小早川さんにもう切符キャンセルしていや言えるかどうか知らんけど、ちょっと言うてみようもんね、小早川さん。はい、お待ちください。すごい、はい、入れ物はすごいです。すごい、うわすごいわ。あ、これは熱いの頼んでよかったわ。すみません、いただきます。よー、小籔がキラーそばや、キラーそばや言ってた。それもう鬼そばのことじゃん。いただきます。初めてです。これは初めてでしょ。あ、そうですよ。この器、この器はないでしょう、ね、覚えてますもんね、絶対。鬼の杯をイメージされてるんです。あ、なるほどなるほど。四天童子ということで、いただきます。おいしい、おいしい。すごいですね。うん、すごいですね。こういう器でこういうお蕎麦を出しはるのはこのお店だけなんですか。あ、その、そうです。もうこれ東京にされてますからね、これは。そうですか、うん、他では多分出せれないと思います。はい、うん、もうここのウリですね、この鬼そばが。なんか前からおつゆ飲んでる姿がちょっといいですよ。なんかね、はい、
そのサイズ感ね。そう。食洗機入んのかな。なかなか いや美味しかったです。ありがとうございました。平安時代、鬼の総大将酒呑童子の悪行に業を煮やした時の帝は、武将源頼光に討伐を命じ、鬼の住処大山へと向かわせた。その麓に流れる二瀬川付近には、その頼光が腰掛けた岩と鬼の足跡が今も残っているという。はあ、鬼の足跡がすごいね。入っちゃうよ、カメラが、やりすぎのカメラが入っちゃうよ。綺麗だね。そうですね、綺麗な清流で、でこちらがね、ちょっと川汚れて遊んでいただくこともできますので。あ、なるほど。あ、これは夏場ええわ。綺麗やわ、水もほんまに。また今日天気も抜群やから。そうですね、ねえ、ね、青空の秋晴れのね、本当に素晴らしい天気。ちょっとね、雲出てますけど、もうちょっと進んでたんで。そうですね、ちょっとまだね、紅葉にはちょっと早いシーズンですので、ね、11月の中頃になると紅葉始まるんですが、結構、うわ、はい、これがね、木製の吊り橋になってます。はい、でね、長さが77メートル、はあはあ、であの渓流からの高さが22メートルありますので、はあはあ、結構な高さ、結構ですね、あります。はい、もうガーン当たってますわ。当たったな、ごめん。ね、あ、うわわわわ、どうですか、揺れ、結構揺れるってね、結構揺れますね、え、ゆりくん、これは初めて、初めて、初めて、ゆりくんでも初めてやねんから。ゆりさん、どうですか、この景色。うわ、すごい。まだちょっと紅葉早いんですけど、ここはね、もう一面紅葉で素晴らしいこう色合いになるんですけどね。ほんまですね、はい、あと2、3週間経てば。そうですね、ね、はい、で、こちらが二瀬川渓流になります。もうダイナミックな景色をこの高いところからね、こう感じていただける場所ですので。すごいわこれ、なかなか絶景ポイント。でね、ここにもね、鬼の伝説が残ってるんですよ。はいはいはい、血の衣の洗濯物語。血の衣の洗濯伝説。伝説、京の都からさらわれたお姫様が、こちらで血のついた着物を洗ってたんですよ。鬼大臣のご一行がここを通った時に、その姫様を見つめて、で、そこから鬼の屋敷まで案内していただいたという、いう場所になっているんですよ。で、ここのどこかでこう着物を洗ってたと。はい、あ、でも絶景やわ。なんかいい YouTube やってるな。全国各地の方、ここ来てくれってありましたら、一報いただけたらどこでも伺いますんで。新童子橋を渡った先で、源頼光が腰掛けたと言われる岩を発見したジュニア。これに腰を掛けたっていうことなんですか。はい、そうなんですよ。なるほど、大きくてな。そうしたらこちらに鬼の足跡ということで残っております。これが鬼の足跡。これなんだ。それです。どれがどうにも足跡。それ。こう来たんです。それが。あ、これ。はい。左、右。そうです。こう。そうです。こう。という伝説が残っております。伝説の。はい。で、どこからここへ飛んだかといいますか。どこへ飛んだんですか。その対岸の山から鬼が飛び降りて、ついた足跡がこの鬼の足跡と言われております。それはもう何年ぐらい言われてるんですか。990年ということは平安の時代ですよね。平安時代が今からもう1030年ほど前ですかね。なんかそういうことを当時から言う人いたんやな。このほか頼光は大江山を登る道中、
名刀鬼切丸で岩を試し切りしたとされ、鬼丸稲荷には今もその跡が残るという。そしてその後、鬼の屋敷へ打ち入った頼光とその一行、鬼の総大将酒呑童子は首を切られながら頼光に噛みついたが、ついには力尽きたのだとか。これが現代に伝わる大江山の酒呑童子伝説である。あ、頼光が退治したんですか。そうなんです。まあ、鬼は退治された側なんです。なるほど、ね、はい。ですけども、鬼は退治されるなりのその地域にとったらやっぱりね、豪族といいますか、あの地方の豪族を鬼と見立てて、という京都の朝廷が退治をしたとかいう流れもあります。なんかいろんな歴史がそこに隠されてんねやろな、ほんまは。ねえ、そうです。奥が深いんです。ね、奥深いですね。鬼深いな。はい、そしたらこちらが大江山の登山口になります、はい、でこちら鬼の像が立っています、はいはいはい、でここ来る途中に何体か鬼の像を見ていただいたと思うんですけれども、はいはい、大江山に人を案内する道案内を役目をしています。こっちですよって言うんですか。これもこっちですよとねしてるんですが、やっぱり鬼それぞれに個性的な性格と、はい、また名前がついています。ちょっとここで純烈さん、この鬼の名前は何か。なるほど、じゃあ考えたら分かるってことですか。そうですね、ヒントだけ言わせていただいてよろしいか、はい、お願いします。こちらがね、はい、宮津へ向かう道になっています、はい、でこちらが大山へ上がる道になってます、はい、ちょうどそこの分かれ地点、はい、分かれ地点というと、はい、なるほど、分の鬼で分岐、はい、ですか。です。なるほど、というふうにね、その場所場所でいろんな鬼の名前をつけてるんです、はいはいはい、というふうな形で13体の鬼がありまして、はいはい、それ全てに名前がついております、はい、いや、ゆり君、諦めましたよ。いや、今いや、ちょっと今、修理中壊れました。ちょっと壊れた、あんだけ風吹いたら。え、次はこっちですか。あ、そう、こちらにね、鬼のモニュメントということでございます、どうぞこちらへ。なんか綺麗にされてますね、そうですもんね、ちょっと山の中へこう入ってきましたけれども、あれ、はい、こちらが鬼のモニュメントになります。5メートルのね、台座の上に鬼が3体上がっているんですけれども、で、こちら酒呑童子とその配下のいかつめの方の鬼ですね。茨城童子と星熊童子の3体が上がっています。でね、この作者の方というのが、はい、ウルトラマンご存知ですよね、はい、それの美術総監督をされた成田徹さんが作られた作品なんですよ。あ、そうなんですか。で、成田徹さんのファンの方はやっぱり東京からでもこのモニュメントを見に来られたりするんですよ、はい、着物着てんねや。ねえ。でね、この険しい表情で指を指してますね、はいはい、これどちらを指してるか、方角を。京の都なんですよ。あ、ちょっとこちらの方向に京の都、はい、京都市がございます。まあ、いろんな思いを持って指を指してるんでしょうね。なるほど。ゆり君、こんなん知ってんすか。え、初めて。初めて全部もう俺と一緒ですやん。いや、俺感動してる俺と一緒ですやん。いや、ほんまに感動して。すごいですね、これ。すごいです。これはもう世界一の鬼がある。すごいわ、はい、あ、館長ですか。はい、あ、よろしくお願いします。チェアと申します。お願いします。よろしくお願いします。館長、ではバトンタッチ。いや、いらない、いらないいらない、もう館長持ちたないじゃん、こんなもん。いや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 、館長お願いします。はい、もうちゃんと持たせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、館長、はい、これはもちろんですけど、あれ鬼ですね。そうなんですよね。え、はい、これ鬼やな、はい、やってはるわ、この形がね。ちなみにこれはどういったことなんでしょう。はい、ここがですね、はい、平成5年に作られました、はい、でその1年後の平成6年に、
全国の鬼瓦を作っておられる鬼師の皆さんになんと130個のパーツとして用意していただいて、高さが5メートル、重さは10トンの世界一の鬼瓦が誕生しております。鬼瓦を作る方を鬼師って言うんですか。はい、そのいろんな鬼師の方にあなたはじゃあこのパーツお願いしますってことで、はい、それぞれ違う場所で作られてここで一つになった。そうなんです。へえ、これはすごいわ。平成の大鬼やって。鹿の糞があるので気をつけてください。ほんまや。あ、もう普通に降りてくるんですか。普通に降りてくるんですよ。あ、それも本当に、あの捨てていかないでいいですよ。本当に迷惑なんで。ちょっともう声も垂れていかないでください。終わり。ほんまに。ありがとうございます。どうぞ。はい。あ、立派な。すいません。はい。うわ、すごい。立派。これなんですよ。すべてはまず鬼とは何者なのか。今想像上の存在があるのに鬼ですから現在ずっと人間と共に生き続けてきたアリチュは鬼とは何者なのか、その答えを出すのはあなた自身である。確かに鬼って不思議やなぁ。何なんでしょうね。生ハゲもそうですけど、外国人っていうことではないんですか。昔の人が見た外国人だという説もありますし。ありますよね。そうですね。ただ生ハゲとかですと、どちらかというと鬼の顔をした神様の近いものとかもあるので、一概にはこう鬼と言っても悪いものであるっていうわけでもない。でもないですね。で、心の鬼ってなったら、その自分の中の悪いものをやっつけてくれるのが鬼で、いいものになるし。そうです、そうです。なんか不思議だね。そうなんです。捉え方によってすごいいろんな顔を見せてくれる。そうですよね。なんでこんなに鬼の鬼って言うんだろうな。これは何ですか、可愛らしい。このね、バジオニーでね、インドネシアの鬼で寄贈を受けたものです。インドネシアにも鬼っていう概念があるってことですか。アジアだけですか。いや、ヨーロッパの。ヨーロッパはある。なんかでもやっぱこう、イタリア、ピエレット、カーニバル、これやっぱちょっと洒落てるな。うん、これもベトナムの鬼すごいね、これ。それは墓を守る鬼と言われてますが、その角の長さがね、ちょっと他の鬼と比べて非常に、司令とかね、精霊とか、そういったものに対する畏敬の念とか、そういった考えはやはり万国共通であると思います。この大江山には3つの鬼伝説がありまして、はい、そのうちの1つ、飛鳥時代退治された鬼伝説。6世紀末頃、帝の勅命を受けた皇族マロコ親王が犬と協力し、大江山に現れた3匹の鬼を討伐したという伝説。ちなみに大江山に伝わる最古の鬼伝説は、古墳時代崇神天皇の弟彦井松之君が鬼蜘蛛と戦ったというもの。四天童子と合わせ、これら大江山に伝わる3つの鬼伝説、そこにはある共通点が。退治した方は実在した人と言われてるんですよ。この源の来光であり、丸子親王であり、翡翠の御子であり、ただ退治された側はこう鬼とされていると。で、その鬼と呼ばれた人たちは誰だったのかといったようなところが、まあ、今の時代まで伝わるロマンというか。そういうことか。なるほど。だから敗者は鬼や。ね、まあそういうことか。歴史は全て勝った方に書き換えられていくから、負けた方の視点はないもんな。全部消されるから。
ごいね、これだけ一気に、今のお店でいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかこれだけ一日で角を見ることないですね。角見ましたわ。もう一回だけいろんなこうお願いがしたいなという中で、はい、これはさすがに口で表現するのもほんまにジュニアに失礼で、はい、もう申し訳ないんで、はい、一小芝居ちょっとさせてもらえてもいいかな、はいはい、なんですか。で、ちょっとだけ目つぶって、はい、なんですか。もう目開けたらあかんで、はい、ジュニア、はい、見てこっちを、はい、呼んでお願い、はい、はい、このお願いが、お願い、はい、大喜利のお題、はい、はい、大喜利のお題を、おう、キーワード鬼、はい、はい、なんとかお願いします。え、あ、俺が考えたらいいんですか。そうです、お題を、はい、で、ね、あ、全国の皆さんから答えを送ってもらって、送ってもらって、はい、で、それを福知山市なりで、はい、ジュニアが、はい、それを見ていただいて、はいはいはい、対象を決めていただいて、はいはい、いうこと。ただ、はい、大喜利って、はい、もうジュニアの、はい、もうブランドというか、いい、もう何をしてるのとんでもないですね。商標登録が下るぐらいのあれなんで、もう俺の口から簡単には言えない。よう喋るな。、はい、まあそうやな。まあこれはもう皆さん、もう全員が参加できるわ。これどうでしょう。もし、もうちょっと違うのをちょうだいって言ったら言ってください。はい。考えますんで。はい。この鬼には絶対勝てる。その理由と。本来ね、強くたくましいのが鬼ですけども、あ、こんな鬼やったら俺でも勝てるわ。なぜそう思ったのかという。ね、これはお子さんからいろんな方がこう考えやすい。なんか、ゆうくん、大人になったでしょ。めちゃめちゃ。ほんまに。この鬼には絶対勝てる。その理由とは、どんどんご応募お願いします。豪華セミナーあります。はい、待ってます。お願いします。お願いします。